シビライゼーションね。いやー、やんないだろ。いや、シビライゼーションな。シビライゼーションも、かなえくんもね、本人も配信枠で言ってたんだけどね、かなえくんが強くなりすぎちゃったんですよね。やらない間にね、ものすごくやって、本当にレベルが圧倒的に差が一人だけ抜けちゃって、これもね、ちょっと形にならないのよ。形にならないのよ。正直そのレベルじゃないのよ。で、シビライゼーションって11時間とか13時間とかかかるんですよ、1ゲーム。そのゲームの長さで形にならないのは正直お話にならないんですよ。っていうのでね、っていうのを姿勢で言ったらね、福沢くんがね、いやもう、俺さ、他でやりますよ、いいんすかって言ってて、いや、いいよ、やっていいよ、いや、じゃあいいんすねって、ああ、わかった、いいよ、やってくれ、やってくれ、エンタメに消化してくれば、ちょっと僕じゃ今、かなえくんのあれでうまくできるかわかんないから、ちょっと消化してくれって。3分後。じゃあ、いいんすね。あ、わかった。大丈夫だよ。やってくれ、やってくれ。なんか結構、シブ好きなね、友達とか今多分いっぱいいるからね。うん、やってくれ。2分後。じゃあ、いいんすね。やれよ、お前って。なあ、まあ、気持ちはわかるけど。っていう。うん。個人的には、どうぞっていうスタンスではある。まあ、ね、ちょっと悪いけどね、これに関してはね。まあ、11時間や、そうね、形の落としどころがまだ見つかってないな、うん、そう。で、クイーンですね。